I'm not sure how many I'm planning to make, but I'm planning to make as many as I can until lockdown's over. ロンドンに住む8歳のナーラさんは自宅にある 3D プリンターを使いフェイスシールドを自分で作っています。イギリス国内でマスクや手袋などが不足し深刻な状況だと知り、おばあちゃんと相談して始めました。お小遣いで材料を購入し、先月から300個近くを作り、地元の病院や介護施設に寄贈しました。お疲れ様です、いつもありがとうというメッセージも添えています。